今回の騒ぎはツアーに影響が出たと思いますか？ポール？大して影響あれへんで、ちょっとバタバタしてるぐらいやな。記者会見が内容のあるもんになったんちゃうかな。前回来た時は俺らの受け答えがふざけてるって言われて、今回はちゃうな。今回は質問がちょい深刻なもんになったっちゅうことなんやけどな。コンサートには影響あらへんな。見に来てくれるファンは変わらへんし、メンフィスでの最初のショーはちょっと落ちたが、まあ大したことやらへん。この騒動の火付け役ともいえる DJ のトミー・チャールズは、君たちがもうちょっと成長するまでレコードは書けないって言ってますけど、どう思いますか？別にあいつが俺らのレコードを書けへんかっても構わへんね。だから俺らがこういうことを言うと、俺らが子供っぽいってみんな思うねん。あんたらも子供っぽくないってほんまに言えるんかな？大人な人は自分に注目を集めるためにこんな騒ぎ起こさへんで。せやろ？人のこと子供とか大人とか言えるほど偉いんかな？あいつ誰やねん？お前誰やねんって。まあそれ以外はええ感じやで。賑やかなツアーやな。君たちは今まで気さくで率直に意見を言ってうまくやってきたけど、今それがあだになって人々に叩かれてるっていうのは辛い状況ですか？そやな、めっちゃ辛いな、言論の自由っていうのは。でも常に思ったことを口にしていいんでしょうか？あなたたちを崇拝する14歳のティーネイジャーもいますし、普通に他の人が攻撃的やと思うようなこととか、そういう話題は俺ら言わへんで。俺らは良かれと思って言うけど、もしそれが間違ってたらしゃあない、間違いもあるやろ。そういう時は周りから間違ってるでって言われるやろ。でも大概は俺らはそれが正しいって信じてるし。でもアメリカではベトナムについてよく聞かれると思いますが、それについてはどうですか？もしあんたが戦争は良くないって言えて、それを支持する人が少なからずいるんやったら、それはええことやろ？知らんけど。でも言い過ぎはトラブルのもとや。アメリカにおんのにベトナムについて一言も言及せえへんのはアホみたいやろ？でもあなたたちに聞く必要はありますかね？成功したスターですから。アメリカ人はいつも芸能人に意見聞くやろ？イギリスもやけど。知ってるくせに。要は世界で起こってることについて黙ってることはできへんの？お坊さんでもない限り。すまんなお坊さん、変な意味ちゃうで。俺らのレコードを聞かへんとか、見た目とか発言が好かんとかは構わへんねん。みんなも俺らを嫌う権利があるしな。俺らもそういう関わりたないやつと関わらんでええ権利があんねん。みんなそれぞれ自分の権利があんねん。せやろハロルド。